横浜中華街で行けるシリーズですね。でそれの解説付きでお送りします。こちらは前からねやってるシリーズなんですけれども、ちょっと人気のあるシリーズなんで、これからもちょっと続けていきたいと思っております。早速もう始まってます。意気込みが始まってます。今ねこう手に持ってるのはこれ実はポトスなんです。皆さんね結構ポピュラーですよね、ポトスってね。あのポトスがこれね、実はスリランカだかスウェーデンだかちょっと忘れたんですけれども、そこからの輸入のポトスです。こんなに向こうの国だとこんなに大きくなるんですね。日本だとせいぜいこんなもんじゃないですか、大きさ、大きくてもね。小さなとこのぐらいですよね。それがもうこんな大きくなってます。これモンステラサイズですね。で使用する感じとしてはモンステラとこう似て、今ねちょっとこんなことやってますよね。こんなこと、これはねライン出しますよって多分こうジェスチャーで出してるんですね。話途切れましたけど、こうポトスは符が入ってるんでモンステラよりこう明るい感じでいけることができますので、結構ね、日持ちもしましたし重宝できる飾りだと思います。で今立ててるのがこれオクラです。これね食べれるのっていう質問がすごく多いんです。実際多分食べれます。ただまずいと思います。なぜならなんかもう何ですかね、柔らかい感じは全くしないですね。全くすごい硬い感じなんで、多分食べれるとけど美味しくないのは確実だと思いますね。まあ赤いしね、僕グリーンのしか食べたことないんですけど、どうなんですかね、食べれますかこれ、わかんないです。食べれるっていう方いらっしゃいましたら、ちょっとコメントでどんな風に調理できるか入れてみてください。多分ないと思いますけど。今ね、このオクラでアウトラインを構成してます。はい、ここで今持ったのがこれニューサイランですね。この葉っぱはね結構いろいろと使えるんです。今普通にこう、あ、今ねこう目の前を通ったのはこう前からちょっとたまに紹介している、こちらの高級中華料理店の従業員の方ですね、美人店員さんです。で話はそれましたけど、これニューサイランはいろんな使い方ができます。裂いて細くして丸めたりもできますし、もうこう剣山なんかでねうんとこう裂いちゃって繊維みたいにすることもできます。とにかくいろいろ重宝して使える、飾りで僕が好きな飾りです。ただ苦手にしてる人も実は多いんです、このニューサイランって。実はね僕も、苦手でした。苦手な飾りっていうのは使わないんじゃなくて徹底的に使うんですよ。徹底的に使って使って使いまくってるとだんだん上手くなってくるんです、実はこの飾りの使い方が。そうなると実は嫌いだった飾りが好きになります。これね、飾り嫌いっていうのはうまく使えないから嫌いって言ってる人が多いんですよ。なので徹底的に使いまくって上手くなると好きになりますから、ぜひね嫌いな飾りがないようにどんどんこう嫌いな飾りを使って好きになってくださいね。って言ってる間にニューサイラン結構入りましたね。今ねこれ下のところをこう切り込み入れて裂いてるじゃないですか。これはそのままニューサイラン刺すと割とこうフォームをねこう寸断しちゃうというか、切っちゃうんですよね、こう幅が広いから。なのでそこのところをこう少なくしてフォームにはダメージを少なくしてます。はい、今ねこれ使ったのはこのテクニックすごい覚えてほしいです。これはレネゾーンっていう葉っぱなんですけれども、この下の部分を今カットして、あ、でも最終的に短くしちゃいましたね。なんですかね、これ結構長い葉っぱって割とそのまま長く使っちゃう人が多いんです。今ほらもう一枚持ったじゃないですか。これはどうするんだろう、長くするのか、あ、短くしちゃったこれも短くしちゃいましたね。こいつダメだな、こいつダメだな。今ね、あ、でもいいんだ、大丈夫です。要するにこう長さをね調整してるんですよ。で要は長い葉っぱってそのまんま使っちゃう人が多くて、何ですかね、結構規格って葉っぱの規格って決まってて、同じサイズの葉っぱが何十枚も入ってくるんで、同じサイズの葉っぱを集めることは容易なんですけれども、長さの違うものを集めることって結構大変なんです、今の世の中で。それをするには鉢を買ってくるしかないとか、そういうことになってくるんですけれども、このテクニック、これカーブをカットするっていうテクニックなんですけど、これ N フラワーデザインスクールのテクニックです。
このテクニックを使うと同じサイズの葉っぱをこうスケールをねどんどんこう大きくしたり小さくしたりして、いろんな、アレンジのそういろんな部分にこう当てはめることができます。そうこうしてるうちに今ね持ってるのはこれカサブランカです。説明すること多いんですよ今回ね。これね、で今葉っぱ取ってるでしょ。この葉っぱを取ってるのはこれ結構ね実は重要なんですよ。ユリってあのねそのまんまバサッと刺しちゃうことの方多いんですけれども、そうすると葉っぱでアレンジメントがもっさりしちゃってシャープさが全くなくなっちゃいますので、ぜひねこれは葉っぱを取ってシャープな感じにして生けてくださいね。でユリってこの角度が重要なんです。でね今何の角度を見てるかっていうと、これね今手前に一輪なんとなく咲いてるユリがあるじゃないですか。もちろんそのユリを生かすんですけれども、そのユリの次に咲くユリがどういうふうに咲くかとかいうのを考えて刺してます。っていうのが次に咲くユリはすぐにこう咲いてきますから、それが咲いた時にこうバランスが崩れてしまうとアレンジとしての見栄えが良くなくなってしまうので、それが咲いた時にも見栄えが良いように考えてるんです。割とねこうデザイン、フラワーデザイナーとかフラワーアーティストさんとか、まあ、いけばな作家さんなんかもそうでしょうけど、いろんなことを考えて刺してるんですね。特に、こういう生け込みなんかの場合は1週間単位でこう生け込んでいくんで、1週間後にどうなっているかとか、この花が咲いてどうなって変化していくかとか、そういうこともいろいろ考えてやっていかなきゃいけないので、大変なんです。で今レザーリーフファンでファンデーションワークをしてますね。でね、全くねこうドレスコードとか無視した感じでですけど、まあ、しか現場行けないんで仕方ないですっていうか、いつもこんな感じなんです僕は。で今持ったのがこれパイナップルです。可愛いんですよこのパイナップルは。でね日持ちがすごくするから、こういう中華街とかこういうところの生け込みってまあ夜は冷房を切ってしまうんですごく暑くなるんですね。なのでこう冷房つけた時には寒い、冷房切ったら暑いってい う, こう寒暖の差を繰り返してるんですよ。だからお花にとってはすごく過酷な条件になるんですけれども、ここに今挿してる花材についてはそれをクリアして1週間ぐらい持つ花材を使ってますから、このシリーズ見てると割と持つ花が分かるようになってくると思います。特に今夏で暑い時期ですからね。はい、出ました。はい、出ました。これはね、モスカナの定番。これは硫化デントロですね。もう、ユリ、硫化デントロ、オクラ、パイナップル、ニューサイラン、モンステラじゃない、ポドスカ。この、今のところこの取り合わせだと、もう本当にこう、1週間以上いっちゃいますね。かなりいけますよ。はい、ここで持ったのがこれリモニウム、黄色か黄色ですね。これはね、はい、いわゆる昔スターチースって花があったの知ってますか。スターチースっていうと割とお墓の花にいる定番の花とかだったりするんですけれども、それのハイブリッド版なんです。ものすごく可愛くて綺麗で日持ちがして、もともとスターチースってよく持つ花なんですけれども、とにかくこれはね、いろんなことに使えるんで重宝しますね。これをね、改良した生産者さんはすごいと思います。で、これ最後かな、アンスリウムが出ましたね。これアンスリウムみたいな花は大きいから最初に刺したくなっちゃうんですけれども、あのね、実はね、結構こうデリケートな花で傷つきやすいです。なので最初に刺すと割と他の花を刺してる時にこう当たって傷つけてしまったりするので、後からこれ入れた方がいいです。で割とアンスリウムって方向性が出てしまう花なので、最後にこの大きいこう方向性の花をピピッと入れることによってこうアレンジ自体をこう整えたり締めたりすることができます。なので僕はね、アンスリウムなんかは割と最後の方に入れることをお勧めしますけど、まあそれもアレンジによってですね、もうちょっとちっちゃいアレンジとかだと最初に入れたりやっぱしますね。これで終了ですね。ブラボー、ブラボー。
ブラボーブラボーかっこいいですよ。これだったらね、本当にすごく気に入ってするんで、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。応募してくださいね。ではまた次回お会いしましょう。See you next time! はい、フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら。こちらをクリックしてください。もちろんね、チャンネル登録は無料です。そしてスマートフォン、タブレットの方は、そのこちらが見えてないと思います。見えてないと思いますね。見えてないんです。なので、この下のね、リンクにチャンネル登録をするところがありますので、そちらからお願いします。それではまた次回、ぜひご覧ください。